からね、いろいろとこう違いっていうのを感じたことはあるんだけども、一番はですね、じゃあ楽しんでますよ、めちゃくちゃ。業界平均 30% あればいいと言われる中、私の口座に入っている人の 75% は月商100万達成。その秘密を随時配信してます。動画概要欄の一番上にあるリンクから登録してください。はい、前川です。今日はですね、稼いでいる先生たちと話していて気づいた考え方、思考についてですね、ちょっとお話していきたいなと思います。で、なんでね、この話をしていくのかっていうと、まあ、僕自身ですね、ありがたいことに関わる先生方たちっていうのは本当に売り上げが高くてですね、もう僕なんかがこう話していいのかなっていうようなね、先生方が本当に数多くいてて。で、本当に時代の先を見てですね、まだ業界やね、全然言われてないこととかも取り組んで、で、それで結果を出してですね、もう早期リタイアをしてる人とかもいるんですけども、まあそういったですね、先生方と話をしてて、やっぱり気づいた部分っていうのがあるんですね。売り上げ上げてる人と上げてない人の大きな違いってここなのかなっていう部分があるので、今日はですね、僕の YouTube 見てくださってる方に、この部分をシェアしたいなと思って動画を撮ってます。ぜひですね、最後まで楽しんでもらえたらと思うんですけども、先生はどう思いますか？こう、売り上げ上げてる、上げてない。特にですね、どうしようかな。まあ、100万ってちょっと正直、そんなに高くないかなと思うので、200万とかにしときましょうか。200万いく人と200万以下の人との違いっていう部分、これね、すごい僕重要かなと思うんです。なぜかというと、100万円っていうのはですね、誰でも行くんです、本当に。誰でも行く数字で、寝ずに働いていけば100万って行くんですよ。100万行かない理由がわからないってみんな今、そんな稼いでる先生方は。寝ずに働いたら行くやん、みたいな。そう。で、結構ね、稼いでる先生って、今はね、稼いでて、自由にね、ゴルフ行ったりとかね、まあ、ゴルフも仕事なんですけど、時間を自由に使われてるんですけども、そこに行くまで、そこに到達するまでっていうのはめちゃくちゃ働かれてるんですよね。本当に寝る時間を惜しんで、削って。だから、100万までは行くんで、200万ってね、マンパワーだけが結構きつかったりとかするので、だから200っていうのをね、LINE に、ちょっと話をしていきたいなと思うんですけど、何だと思いますか？はい、ですね。で、まあ、まずですね、1個目、見た目。なんなそれみたいな話ですけど、見た目ですね。やっぱりね、稼いでる先生って見た目がいい。持ち物がね、ブランド品だとかそんなんじゃなくて、雰囲気がいい。これね、ほんとあるあるですよ。あるある。だから、技術セミナーとか行ったらめっちゃわかると思うんですよ。技術セミナー行くのと、ちょっといい経営セミナー。ちょっといい経営セミナーね、行くのとで、行くとですね、来てる人たちの雰囲気が全然違うんですね。うん。まあ、服装も違うし。それってね、やっぱりね、普段の患者さんとの対応とかにも出てくると思うし、すべての判断基準の、感覚っても僕違うと思うんですね。例えばご飯食べるときに行っても、いや、できるだけ安いのと、いや、何でも好きなの食べようよっていうのって、これ全然違うじゃないですか。全然話しちゃうやんけみたいな感じかもしれないけども、結構こういうのってほんまね、関係するんですよね。だから、やっぱ見た目が違う。あと見た目にすごい気を使ってる。うん。身だしなみ、髪型もそうだし、服装もそうだし、持ち物もそうですよね。別に、贅沢したいわけじゃなくて、それなりのことをしておかないと一緒にいる人に失礼ですよね、みたいな感じ。で、やってたりはするので、そういった見た目っていうとすごい重要かなと思います。そして、二つ目ですね。二つ目は、情報のレベルが違う。これもね、結構あるなと思ってて、まあ、それはそうなんですけど、入ってくる情報が違う。で、その情報を得たことによって、そうなんだ、終わるんじゃなくて、ちゃんと実践する。自分で一回試してみる。だったりとか、聞いたことをもう一回自分で調べてみる。興味ある分野だったらね。やっぱね、行動力が違いますよね。売れない人っていうのは聞いて、あ、そうなんだって終わるんですよね。実践もしないし、それに対してもっと深掘りしていくこともしないんですけども、売り上げ上げていってる先生と伸びてる先生っていうのは、興味持った話だったら、めっちゃ質問したりとか、まだ自分で調べてみたりとか、で、実際行ってみたりとか、もうその場でセミナー申し込んだりとかね。結構その情報をすごい大切にしてるなっていうのをすごい感じました。はい。結構これってね、僕の中では大きい違いだなと思うんですよね。うん。そして、三つ目。数字に細かいです。はい。いや、もうそれはそうなんですけど、ケチとかね、よく、お金あるのにケチやなとかあるじゃないですか。いや、ほんまケチやなって思うぐらい。まあ、細かい。ちゃんとしてるって言ったらいいかな。うん。いや、それはそうなんですよね。本当にね、話してて思った。節税とか、そんなんも、そこまでする必要ないやろ、みたいなね。なぜかっていうと、これもね、その人の最終ゴールによるんだけども、最終、もし会社を売却するってなった時に、やっぱり利益ちゃんとある方がいいわけじゃないですか。
こんな節税とかでね、利益をこう減らしてやるよりも、ちゃんと利益を残して、ちゃんと税金払っといた方が会社の価値高くなるよねっていう売るときっていいじゃんみたいな感じ。あ、すごいな、そういったことまで細かく数字を見てやってるんだなっていうの、僕はものすごく勉強になったなっていうのがあります。だってね、普通に治療院経営をしてるだけではそんな考えないじゃないですか。なので見てる視点が違うんだなっていうのをすごい感じてね、昔本でね、僕読んだことがあるんですけど、大きく考えて大きく稼ぐっていうね言葉があったんですけど、まさに今それやなと思って、僕言ってることってやっぱり100万とか200万とかだけ見たらね、もう大きい数字ですよ。高額だし、大きい数字だと思うけど、小さいと思うんですよね。世の中に大きな仕事があってね、たくさんのビジネスがあって。ね、稼いでる方と何店舗もやってて、結局月にね、何千万とかね、動かしていくわけじゃないですか。で、そこまででかいにもかかわらず細かいことを見てるのと、僕たちって100万、200万しか見てないのに大雑把にやってるわけじゃないですか。その数字の管理能力が違うなっていうのをものすごくこう感じました。はい。数字に対する執着心、執念っていうのがね、やっぱ全然違うなと思ったので、やっぱその部分はね、見習わないといけないなっていうのをものすごく感じてます。はい。まあ、そんな感じでね、いろいろとこう違いっていうのを感じたことはあるんだけども、やっぱ一番はですね、いや楽しんでますよ、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ楽しんでる。あのね、マイナスな言葉ってあんま出ないですね。てか、全然出ないというか、マイナスな話って全く出ないですね。このコロナの状況でもね、コロナの状況で大変だとしても、この状況下でなんかチャンスないかなみたいな。どうしたらなんかチャンスできるかな、手にできるかなみたいな感じ。だから、うまくいかへんよな、収穫困るよな、とか、そんな話全くないんですよ。どうすればもっといけるかな、この状況どうすればチャンスに変えれるかなみたいな話しかしてないんですよね。だから本当にですね、もう思考が違うなって。僕がね、いるような一人治療院業界っていうのは、やっぱりマイナスな部分に着目する人が多いなっていう印象がすごいあるんですよね。先生どうですか？いや、今月集客少ないな、今月売上低いなとか、ゴールデンウィークあるから売上今月やばいかもしれへんなとか、ないですか？ありますよね。でもね、稼いでる人ってそんなないんですよね。だからその辺はね、やっぱ全然違うなって。なのでもう基準値が違うなっていうのものすごく感じますよね。だからやっぱりね、そういったこう考え方とか基準値とか、そういった部分っていうのは、やっぱりそういったことをたくさん触れて、自分自身もそこに持ち上げていってもらうっていうのはすごい重要かなっていうのをすごい感じました。やっぱりそれができてる、できてないってね、すごい大きくて、それができていたら、今目の前に起こっている問題とかでも、ちっちゃな問題なんて感じれるんですよ。でも、捉えてる部分がちっちゃいと、目の前に起こっていることはちっちゃくても、めっちゃでっかい問題に感じちゃうんですよね。これってすごい大きな差になるじゃないですか。いちいちね、ちっちゃなことで立ち止まって悩んだりとかしたら、ね、あっちまで時間って過ぎてしまいますし、意味のないものになっちゃうかなと思うので、ぜひですね、そういった部分、違うんだなっていうのをちょっと今日は知っていただいて、これから活かしていただけたら嬉しいなと思います。なんかね、全然まとまってない動画になっちゃったかもしれないけども、もうこのね、ちょっと感じた部分を今日どうしても伝えたくてですね、ちょっと急遽動画回させてもらいました。はい。じゃあそんな感じですね、今日の動画。稼いでる先生と稼いでない先生どういったとか違うのっていう部分の話をしてみました。参考になったら嬉しいです。またですね、説明欄の方にですね、メルマガの登録リンクっていうのを貼ってあるので、ぜひね、そこから登録して、最新の SNS 集客だったりとかですね、リピート法だったりとか値上げの方法だったりとか、そういった部分を流してるので、ぜひ受け取っていただけたらと思います。ではそんな感じで終わります。さよなら。今日のテーマはですね、前側メソッドはここが違うっていう部分のね、話をしろっていう風に言われたので、じゃあこのテーマでですね、話をしていきたいなと思います。まず一つ目。これはですね、参加者の質が違うと思います。はい、参加者の質が違う。昔からいる人が偉いみたいな感じも全くないので、いい意味で言ったらフランク。二つ目はですね、サポート体制が絶対違うと思います。もうこれ明らかに違うと思う、サポート体制。これは何なのかっていうと、だから本当に勉強、ノウハウを与えられるだけの環境で僕は伸びないと思ってて、ノウハウを受けて、それをどれだけ実践できるのか、これをね、聞いていただいて、結局他と何か違うのって言われたらそれまでなんですけども、結局僕はですね、誰と付き合うかで人生は決まると思います。